札幌中心部は西の空、少し雲が薄くなって青空も覗き始めました。今気温は 21.2 度。今日は風もあるので非常に過ごしやすいですね。風5メートルということで、うん、まあ、少しあの気持ちいいなというふうにも感じますし、はい、この時間になると1枚羽織ってちょうどいいかなというような感じですね、うん、では現在の午後6時現在の気温を見ていきたいと思います。函館は今日日差しが非常に強いですから、体いっぱい太陽の光浴びられたでしょうね。はい、最高気温函館では 27.8 度まで上がりましたし、この後日の入り7時9分ということで、まだ20分ぐらいこの景色を楽しめそうですね、はい、では午後6時現在の気温見ていきたいと思うんですが、函館では赤い数字25度ですね、うん、まだあるんですね。はい、この時間でもということになりますね。で、道東の沿岸部では15度前後、その他の地域では広く20度前後のところ多くなっています。一番高いところで言いますと、日高地方の新冠町の新和 25.4 度ですね、うん、では続いて明日の天気どうなっていくのか、空ナビを見ていきたいと思います。明日の空ナビこちらです。明日は北側の地域では晴れるところが多くなりそうです。一方南側の地域では曇りの天気になるでしょう。そして蒸し暑さも続いていきそうです。明日日中の天気分布から見ていきましょう。まさに北と南で大きく天気分かれるんですね。そうなんですよね。天気傾向はっきり分かれそうで、はい、明日お昼過ぎの天気分布の予想なんですが、梅雨前線少し南下しますので、前線から遠い北側の地域では晴れるところが多くなりそうです。一方で南側の地域、南から湿った空気が流れ込みますので、雲の多い天気になりそうです。そして午後の時間帯を中心に内陸ですとか山沿いではにわか雨が降るでしょう。では時間ごとにマークでお天気見ていきます。まずは札幌県の予報です。明日の札幌県、お昼前後を中心に晴れ間がありそうです。風も弱く穏やかに経過するでしょう。ただ午後には南側の地域を中心ににわか雨があるかもしれません。では今の室蘭の様子を覗いてみたいと思います。羊蹄山ははっきり凛々しい姿を見せてくれていますね。明日も室蘭では山々見られそうですか。では週間予報失礼しました、時間ごとのお天気見ていきましょうか、はい、南西部見ていきたいと思います、はい、札幌、小樽、千歳、倶知安の周辺ではお昼前からお昼にかけての時間帯晴れ間がありそうです。その他の地域でも薄日が差す時間帯がありそうです。室蘭基本的には明日は曇りの一日になりそうですね。では続きまして北部の予報を見ていきます。各地お昼前後を中心に晴れるところが多くなりそうです。稚内など北側の地域では晴れの時間が長くなるでしょう。富良野に傘マークがついていますが、特に上川の南部ではにわか雨に注意をしてください。折りたたみの傘でも間に合うくらいの雨ですか。そうですね、それほど雨が強まるということはなさそうなので、はい、折りたたみ傘あると安心ですね。続いて東部の予報見ていきましょう。紋別や網走などオホーツク海側の地域では日中晴れ間がありそうです。一方で太平洋側の地域では一日を通して雲の多い天気になるでしょう。山沿いではにわか雨の可能性があります。明日の気温ですが、今日よりも高くなるところが多くなるようですね。はい、では明日日中の最高気温見ていきたいと思います。赤い枠がついているところが25度以上の夏日の予想です。今日と比べると 2,3 度高くなるところが多くなる見込みです。ただ太平洋側の地域では今日よりも2度前後低くなるでしょう。札幌では27度の予想です。そして一番高くなりそうなのは標津と、そして旭川の江丹別の29度、空知地方や上川地方を中心に気温が高くなりそうです。北側の地域晴れるので日差しとともにかなり暑く感じそうですね。ちょっとじりじりとした日差しになるかもしれませんね。では続いてこの先の天気見ていきたいと思うんですが、週間予報です。気温高くなりそうです。黄色い枠がついているところが30度以上の真夏日の予想です。あさって木曜日、太平洋側の地域も含めて広い範囲で晴れ間がありそうです。ただ明日と同じようなところで午後を中心ににわか雨があるかもしれません。金曜日には梅雨前線が南下しまして広い範囲で晴れ間がある見込みです。続いて北部と東部見ていきます。あさって木曜日、広く晴れ間がありそうです。内陸では午後の時間帯を中心ににわか雨があるかもしれません。金曜日以降も広く晴れの天気になる見込みです。週末にかけて強い日差しが照りつけそうです。気温も上がりますね。はい、紫外線対策忘れないようにしてください。特に旭川では30度以上の日がありそうですね、はい、真夏日が多くなる予想です。熱中症にも気をつけてください。さて明日は今日よりも気温が上がりますので、うちわや扇子などが活躍してくれる一日となりそうです。